はい、どうも皆さん、こんにちは、カンタです。今日は大幅更新になった今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、明日13日から17日までのやるべきこと、イベントガチ予想をやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。早速、毎週恒例の今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーをお見せします。野手がこんな感じで、投手がこんな感じです。先週から更新点がありました。まず投手の入れ替えとしてはテロップの通りとなります。西武枠でニール選手の代わりに増田選手。日本ハム枠確保のため、スピリッツ更新なしで杉浦選手を投入しました。今週中にオーダーは仕上げようと思っていましたが、若干育成が間に合わなかったため、残りの選手は来週中に仕上げたいと思っています。続いて野手の方の入れ替えはテロップの通りです。福田選手、宮崎選手、佐野選手、山田選手を投入し、残る3700は村上選手のみとなっています。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツが 91,113、 最大コンボ上昇量が 9,488 となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りとなっています。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。週の途中に徐々にオーダーを更新していき、常に3桁の順位をキープできています。来週中には完全体のオーダーが仕上がる予定なので、さらに上の順位を狙えてくるでしょう。ベスト9が登場する1月末まで覇王で上の方の順位が狙えると思うので、期待して見ていきたいと思います。続いて将来のオーダー予定はこちらとなります。まず投手の方は西選手、青柳選手を投入し、スピリッツ3800で固まる予定です。この入れ替えで9位スタミナのコンボを同時出し、9位スタミナの A コンボも出るようになっています。続いて野手の方はミパ A の村上選手のところに同じくミパ A の山本選手を当てはめ、スピリッツ3800で固める予定です。来週中には全ての選手を3800で固めようと思っています。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて明日からやるべきことイベントガチャ予想の方に入っていきます。まず明日13日月曜日の配布予定、スピリーグのトレンドキャンペーンで1位を獲得したため S ランク契約書の配布があります。久々の無料配布となりますので、ありがたく引いていきましょう。続いて13日月曜日から始まるイベント、待ちに待ったプロスピ交換会が始まります。昨年と同じように交換期間が5回設けられ、合計15回 S ランク選手が交換できるみたいなので、期待して待っておきましょう。ちなみに昨年と同じであれば、第1回の交換選手は抽選期間を得て15日に手元に届くのが有力だと思います。続いて13日月曜日から15日水曜日のイベント更新前までにやるべきこと、チャレンジカップをこなしていきましょう。今来ているイベントプロスピコロシアムはスタミナの使い道が自由となっています。水曜日からのイベントでスタミナを使うイベントが来ないとは言い切れないので、イベント更新前に終わらせておくのがいいでしょう。続いて14日火曜日のガチ予想、イベントとガチャの更新日がずれているため OB 第3弾が前倒しになることはないでしょう。無難にポジション追加のガチャが有力だと思います。ここで直近できているポジション追加のガチャを見てみると、10月4日からグレードアップスカウト、12日から戦力強化スカウト、11月8日からグレードアップスカウト、12月2日からドラフトスカウト、9日から超次チーム S 狙い撃ちスカウトとなっています。今現在投手が5人、野手が7人の割合なので、グレードアップスカウトまたは戦力強化スカウトで中継ぎの追加と予想します。続いて14日火曜日のガチャ予想2つ目、ワールドスター第3弾の登場に期待ができます。ワールドスターは通常毎月追加となっており、今年は昨年と比べて1弾少ないため先月分の登場がありませんでした。かなり期間が空いているので登場の期待は持てるでしょう。残っている選手はテロップの通りとなっており、スピリッツ3800の価値があるうちに大谷選手を登場させてくると予想します。続いて15日水曜日の攻略ポイント、今来ているイベントプロスピコロシアムの最終日となりますので、できるだけライバルの結果を見てからプレイするようにしていきましょう。ライバルの結果が分かっている状態でプレイをすると目標が定まりやすく、心理的に楽になります。ただおそらく同じことを考えている人もたくさんいるとは思いますので、その場合は割り切って早めにやるのもありでしょう。続いて15日水曜日のイベント予想、この日は日程的に3日間4日間のつなぎイベントを組めず、2日間のつなぎイベントはかなりレアケースとなるため、本イベントの確率が高めとなっています。ここでしばらく来ていない本イベントを見てみると、7月8日からエージェント S、 15日からプロスピ妖怪道、8月13日からプロスピラビリンス、20日からホームランダービーライバルズ、10月7日からプロスピ交流戦、19日からスカウティング9、29日から俺の球場飯となっています。予想としては本命がプロスピラビリンス、対抗がエージェント S と予想します。上の4つのイベントのどれが来てもおかしくはないでしょう。ただプロスピ妖怪道は1回のみの登場、エージェント S は似た形式のスカウティング9が10月に来ていたということで、本命をプロスピラビリンスとさせていただきました。
続いてこの1週間でやるべきこと、スピリーグの応援大会を忘れずに行うようにしましょう。先週の応援大会の更新が水曜日だったので、今週もその可能性が高いと思います。勝利チームを当てるだけでエナジーがもらえますので、応援大会のページが更新されたらすぐに予想するようにしていきましょう。明日13日から17日までのやるべきこと、イベント価値予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週は久々の無料 S 配布、交換会の登場、ワールドスターも期待できるということで、更新が楽しみな1週間になってくると思います。楽しみに待っていきましょう。この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてはオーダー選手の称号チャレンジを行っていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、宮崎選手です。宮崎選手は前回の動画で強心臓がつきましたが、できれば勝利の使者をつけたいところなので、引き続き称号チャレンジをしていきますということでやっていきます。 A ランクは7枚ほど残っていますが、今回の動画で使い切ってしまいたいと思います。ということで1回目やっていきます。お願いいたします。で、極意書はね、ちょっと極意書ダメ型でやりたいので0枚でやらせていただきます。さあ1回目コンタクト1カーということで2回目やっていきます。続いて2回目やっていきます。お願いいたします。まあ最低限のね、強心臓ついてるので、まあ最悪勝利の下はつかなくても、まあ OK ではあるんですが、まあついてくれるに越したことはありません。さあ2回目ミスターフルスイング、3回目の方やっていきます。さあ3回目になります。お願いいたします。まあ極意書たまるんでね、まあ結構普通に称号決まらなくてもありがたくあるんですが、決まってほしい。お、星さん以上、勝利の下来たー。よし、これはまあ15アップなんですけど、かなりでかい称号がつきました。続いて2人目やっていくのはこちら、増田選手です。増田選手は9位エア、9位請求同値が狙えますが、自分のオーダー的に決まったとしてもコンボは変わらないので、引き続き勝利の使者1点狙いでやっていきますということでやっていきます。まあ勝利の使者狙いとは言ったんですけど、まあできれば見た目的にはね、9位エアになるに越したことはないので、まあ称号、他の称号がつくなら9位エアがついてほしいです。とりあえず本1冊で星さん以上の称号をとりあえずつけたいと思います。というかついてください。1回目 OK、 いきなり星さん以上、ミスターコントロール、あー請求型なりました。まあこれは良くないですが、まあ称号外せるので、このままつけた状態で2回目いきます。まあ最終的にちょっとね、請求型なっちゃったら外すんですけど、まあ本は1冊でいこうかな。やっていきます。お願いいたします。さあまあ最悪というか、強心臓でも十分嬉しいです。さあ2回目は全力投球。全力投球はどんな感じの能力ですかね。まあ9位になったので、とりあえずこれをつけておいて3回目の方やっていきます。まあ最低限の称号はついたでしょう。まあできれば星さん以上でね、9位にはしときたいかなと思うので、まあ極意書貯めてもいいんですけど、1冊使ってやっていきます。お願いいたします。さあまあ勝利の下お願い、ここ来たらマジで神。 OK、 星さん以上来い。勝利の下、本格派、まあ9位になりますよね、本格派。OK、 いい称号がついてくれました。続いて3人目やっていくのはこちら、松田選手です。松田選手は先日の動画で星4の称号がついたため、来シリーズ以降に A ランクを何枚か取っておきましたが、まあ、そこまでもったいぶる必要はないのかなと思うので、称号チャレンジをしていくことにしましたということでやっていきます。最悪決まらなくていい称号なので、ここは極意書0枚でやらせていただきます。お願いいたします。まあ極意書使う基準ね、結構自分適当ではあるので、あんま参考にはしないでください。さあ星さん以上、勝利の下来い。 OK、 星さん以上来る。驚異のスラッカー、まあ驚異のスラッカーの方がかっこいいんで、こっちの方をつけときます。さあということで、あと1回やっていきます。まあここは勝利の下ついてくれたら普通に大きいので、まあここラスト1回お願いいたします。さあ何が来る、まあ、強心臓でも多分強心臓の方を取ります。 OK、 また星さん以上、飛ばし屋惜しい。さあまあということで、驚異のスラッカーの方をつけておきます。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日も動画を上げる予定なので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。